位置についてマイドン、どうもマイドンです。今日はですね、私の靴を紹介していきたいと思います。今までね、服は結構紹介してきたと思うんやけど、靴って紹介したことないなって思って、本当はね、こう靴箱とかこう全体を写してさ、全ての靴を紹介するとかしたかったんやけど、芸能人の靴紹介みたいな感じでやりたかったんやけど、私なぜ実家暮らしなので、もう家族全員の靴がですね、ずらーっと並んでて、もうおかんがもう絶対、もうなんで写したあんな汚いところって絶対言うから、持ってきました、ここの部屋に。全部紹介するのはちょっと無理だなって思ったので、今年の夏にきっと履くであろうスタメンを紹介していきたいと思います。はい、ということで早速レッツゴー。まず何から紹介していこうかな。はい、まずこちらのですね、スポーツサンダルですね。これはね、ヘザーで買いました。もう今年一目惚れして買ってしまったんです。でね、新品やからちょっとこんな底持てるんですけど、こんな感じになっておりまして、ヒールとかもなく普通に厚底になっております。私は154センチでちょっとちっちゃめなので、だいたい厚底かヒールを履きます。あんまりぺっちゃんこのやつ履くとね、なんかもうすごいチンチクリみたいな、もう足短いみたいな感じになるんで、ちょっと厚底をね買うようにしてます。こやつはですね、ここはベリベリベリってなってて、私靴はね 23.5 センチなんですけど、これ M サイズでめっちゃちょうどやった。でここでね、大きさ調節する感じやねんけど、めっちゃ歩きやすかった。これまだ外では履いてないんですけど、なんか疲れにくそうやなって思って、今回はねこれを買いました。スポーツサンダルはマジ、こういうさ、カジュアル系の服にも合うし、前にさ紹介した D ホリックのちょっと大人めのワンピース、花柄のワンピースとかそういうのにも合うし、万能なんで、こういうね黒のスポーツサンダル1個持っておくとめっちゃ便利です。次、またねこれもスポーツサンダルなんですけど、これ去年買って履きまくったからちょっと汚いのでね、前だけしか見せれないんですけど、ナイスクラップさんのスポーツサンダルです。マジでバチクソ履いた。これ何が可愛いかっていうと、ここがねキンキラキンになってんの、ラメが。ちょっとごめんね、もう私がさ、もうリボンの扱いがちょっとひどくて、こんなシワクチャになってんねんけど、もっと可愛いんですよ、もっと可愛いんですけど、私ね靴はあんまり靴屋さんで買わずに、ヘザーとかナイスクラップとかそういうね洋服屋さんで売ってる靴を結構よく買うんですけど、お世話になっております。靴底なんですけど、横が汚すぎてね、もうちょっとご飯中の人とか見れる状態じゃないんで、ちょっと見せないでおきますね。リボンがバンバンバンってついてるやつやと、私は持ってないねんけど、メリージェニーさんの靴が結構こういうなんかサンダルにリボンがついてるようなやつが結構売ってて可愛いので、それもねちょっと皆さんぜひチェックしてみてください。ごめん、これまだタグついてんねんけど、ゴールドのお靴です。はい、これサンダル、これはね今年買いました。ワンフターナザーナイスクラップさんで買いました。この後もね何個かナイスクラップのやつがいっぱいあるので、ちょっと覚悟しておいてください。皆さん今年いっぱいこういうラメ系のやつ、サンダルいっぱい出てるんで、皆さん見てみてください。ギンギラギンにさりげなくって感じ。はい、ということで次はこちら、木のね厚底サンダルとはまた違うこういう感じのヒールのものなんですけど、これちょっとどこで買った？値どこで買った？ちょっと分かってたら変えてきます、ここら辺に。靴紹介こんな感じで大丈夫って。いや、こうめっちゃ可愛くないですか。あんまり私ね高いヒールは履かなくて、これが一番高いじゃないかレベルやねんけど、まあこんな感じのヒールになってる。めっちゃね綺麗。さあ白とか合わせても可愛いし、あとねショッキングピンクの服にも結構あった。次、皆さんごめんなさい、またナイスクラップでーす。去年買いました。これは去年さ、すごいこの形流行れへんかった。これグレールでも売ってたのかな、こういう感じが。今年も売ってるかはちょっとまだ見てないから分からへんねんけど、結構な厚底、ここが布系なんですけど、ここがねシースルーみたいな感じになってて、ただね私もう慣れたから何にもなれへんねんけど、最初慣れてない時はここでちょっと靴ずれしました。だからちょっと靴ずれしやすい人はちょっと気をつけた方がいいかなとは思うんですけど、でも慣れたら大丈夫になりましたね。私はこれもなんか水色やねんけど、こっちの青とはまたちょっと違う青みっていうか緑っぽい感じやけども、夏っぽいヤシの木じゃないけど、なんかそういう感じがすごい好きなんですよ。で、年中履いてるものを紹介していきたいと思います。夏も冬も問わず履いてるものを紹介しますね。まずはね、これはもう多分皆さん何回も見てると思うんですけど、この靴ね、ウィゴで買った厚底の靴なんですけど、ウィゴの靴ってね何がいいかっていうとね、めちゃくちゃ底がふわふわしてるんですよ。マジで、こんなふわふわしてるローファーみたいな靴あるっていうぐらいふわふわしてて、一回もこれで靴ずれもしたことなくて、一日歩いてても全然足痛く
くなれへんぐらいふわふわやったの。マジで初期の動画の頃からこれ登場してんねんけど、ずっと履いてるんですよ。次はこちらもナイスクラップさんでございます。ローファー靴なんですけど、これも厚底になってて、でちょっとヒールがあるのかな。でもまあ履いててそんなにめちゃくちゃヒールって感じでもなく、ベージュ系のね服装とかブラウン系の服装とかにすごい合うんですよ。最後こちらの靴ですね。こちらはねレイジースワンさんってとこで買ったんですけど、新宿のなんていうんだっけ、みなんちゃら、ちょっとみなんちゃらのとこにあったとこで買ったんですけど、まあ大体そのガーリー系の服を着るときに履きます。でこれもねめちゃめちゃ底がふわふわしてるんですよ。ここだけちょっと生地が違うんですよ。しかもここのねパールがついてて、横から見ても可愛いっていう。黒のパンプスって結構履くしね。私の靴紹介こんな感じでございます。タン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 。今回あんまりパンプスとかブーツとかそういう感じのものはなかったんですけど、またね春とか冬にまた季節変わったら、そこら辺もまた紹介していきたいなと思うので、ちょっとお待ちください。はい、ということで今回の動画終わりたいと思います。この動画がいいと思った人は高評価、チャンネル登録、コメントよろしくお願いします。次の動画でお会いしましょう。おつどん、バイバーイ。